はい、速稼塾の久保です。ビットコインの価格120万を突破しましたよね。ちょっと前まで97万とかあの辺をうろうろしていたんですけども、100万を超えてからというものね、ちょっと早かったんではないかなと思います。ですんでね、まあ100万切ったあたりで、まあ1ビットでも持っていらっしゃった方は20万前後のあらりが上がったんではないかなと思います。まあでも今回はね、そういうことを言いたいんではなくて、ちょっとね、レンジの見方を説明しておきます。まあ私なりの入れ方なんですけども、例えばこのね、チャートをスクリーンショットをこうやって撮りますよね。こんな感じになります。で、それを一旦ここに移して、編集でこうやって切り取ります。で、今、ここです。高値をつけているのがここと。で、安値をつけているのはここというふうに、私はね、まあ考えるんですよ。そうすると、これを横に引っ張っていくのと、安値を横に引っ張っていくので、こうやってボックスができるんですよね。この箱の中で、これからも推移するんではないかなっていうふうに見ていくのが私のやり方です。で、そのやり方をもとに、前回もこういうふうに箱を作っていたわけなんですよね。100万円から105円の間で。で、トレンドが発生して、ボックスが変わるんですよ。で、ここの間も当然取れるんですよ。ここをね、主に狙っていくんですけども、現在ですね、まあ、115万までいかないですけども、113万ぐらいですかね、113万から118万円ぐらいの間でレンジを書いていると思いますけども、ここがですね、また仕入れ時になってきて、今度120万から140万ぐらいのレンジに向かうための仕込み時になってるかなと思うんですよね。で、どのぐらいのロットを仕込むかと言いますと、私の場合は、ここで買った分、ここで含み益が出てますから、この含み益の分だけ、ここで新規で買いますね。そうすると、これを繰り返していくと、一番最初に、少額で買った、それのビットコインの利益を生かして次のエントリーがいけるんで、まあ、全損してもね、まあ、被害は非常に少ないってことになりますよね。元手がちっちゃいんで。まあ、こういうふうにして ADA とかね、それから、イーサリウムですか、こちらの方を買ってますけども、私ね、XRP だけは違うんですよ。XRP だけは、42円平均で買ってるんですよね。まあ、ですんで、今26円ぐらいでしょ、XRP。あれ、あのまんまだと、だいぶ塩漬けになって痛いんですよね。XRP 値段が上がってくんないかなと思いながらも、もう半分諦めてる状態です。まあなんか、いただいたコメントとかメッセージを見ると、XRP はまだまだ伸びるみたいなことを言う方もいらっしゃるんですけども、まあそうなったらね、本当にありがたいです。まあそうならないことも覚悟して、今は見ております。まあビットコインの方で大きな利益が取れてますんで、ADA の方もね、こっちも大きな利益が取れてますんで、まあ XRP だけはもう利益取れなくてもしょうがないかなと。やっぱり百発百中は、欲が深いのかなと思っております。まあ、ビットコインの方はね、十分いけてますんで、今、120円ぐらいですもんね。120、あ、これはあれか、ADA か。ビットコイン120万。うん。いいな。130万とか140万。まあ、200万ぐらいの回復はやっぱりするのかなって気がしますけどね。200万。どうですかね。はい、じゃあ本日は以上です。また放送します。